一方、ルシ帝国は補給線の大幅な見直しを迫られました。誠に申し訳ありません。姫を打ち漏らした上に、陛下よりお預かりした大事な樹木と同胞をむざむざと散らした無能なる所業、申し開きようもございません。大行だな、ビクトール。機会はまだあろう。しかしながら、この時期において極めて重要な補給線を断たれることにもなっております。ユトランドは我らルーシを雪に閉じ込めようとしていることは明白。マクシム、貴様ならビクトールのこの結果をどう裁く？ん？なぜ私に？本来遂行するはずであった者の見解も聞いておこうと思ってな。世の任命を断った貴様ならさぞ興味深い意見を述べてくれるのだろう。ご意見申し上げる。今回のような作戦はビクトール・チマシェフ大将の得意とする分野ではございませぬ。真の実力を発揮する場で再起を図るべきかと。ほう、寛大な意見だな。かのごとき汚れ仕事は陛下の波動にふさわしくなく、そもそもやめるべきかと考えますゆえ。マクシム、貴様陛下に何たる無礼を。すべては良き将として、陛下のためになればと思うからこそ、あえて意見を申す覚悟にございます。ほう。この一件で敵は警戒を強めるでしょうが、あの姫は屈する前とさらに前に出てくるでしょう。倒すならばその時。一理ある。世もマクシムと同じ思いだ。ビクトールよ、これからもルーシのため励め。はっ。さて、ビアン会議の招集がかかったと言っておったな。こたびのボンシェルド渓谷の件、列強各国にも驚きをもって受け止められているようで。アンチ・バルキュリア兵器が強化されたとか、イプセリアのラグナイトが彼らのものとなった。実に分かりやすい証になっているようですね。先日大使たちにバルキリアでくさびを打ち込んでいる手前、今回は列強も何かと揶揄してくるでしょうな。列強か。いずれも腹に一物抱えた連中だ。つかず離れず。これまでだ。困ったお姫様だな。参ったね。戦場の真っ只中で説得とは。俺たちの復讐の邪魔さえしなければいい。邪魔してきたら？まさか。なんて言わないわよね、スレイマンは。復讐とユトランドと俺たちにとってどちらに重きを置くかだ。そういうこと。やめてよ、怖いわよ最近。俺だって王女に何かしようなどとは思わない。うまい利用方法を考えているだけだ。王子の存在も気になる。動き出さないうちにこちらも手を打つ必要があるな。なんか悪だくみしてるって顔だ。アムレート、王子はやはり始末するんだ。俺は列強にコンタクトを取る。一緒に来てくれ。どうだ、強化した武器は。これまでよりはるかに強力で手応えがある。さすがだよバジル。バルキュリアに使ってこそ進化が問われるからな。もっと強化や調整に時間をかけられればいいんだが。きっとスレイマンが手を打ってくれるぞ。なぜそう思う？さっきの表情だ。ああいう顔をした時のスレイマンは信じられる。
悪巧みの顔か。なるほど、違いね。アムレート、王女様にインタビューしてみようと思うんだけど、どうかな。どうしたんだ急に。彼女をもっと使えないかと思うんだ。バルキュリアとの歌のこともある。彼女は喋ってくれるよ。言いたいことがたくさんありそうだ。何考えてる。オフィリアは国を、国民のことを考えている。だからなんだ。俺たちは。おい、忘れるなよ。俺たちは復讐をしているんだ。復讐のために国を動かした。お姫様が国を思うのは当然だし、そうであってほしい。でも俺たちは復讐のために戦っている。何か言いたそうだ。苦しくならないか。なんで。俺たちの復讐だ。俺たちのことを知らないユトランド兵の血が流れている。どうした急に。らしくないぞ。いや、俺たちはこの道を行くと決めたんだ。お前が一番苦しい任務についてることは分かってる。けどな、あの炎の中で死んでった仲間たちや、さらわれたマリア先生のことを思ったら、そんな甘いこと言ってられるか。ああ、俺は時々夢を見るんだ。あの時の夢を。絶対にあの炎は忘れない。真っ黒にすすけた仲間たちの最後の姿も忘れない。マリア先生を最後に見た瞬間のことも忘れない。忘れるもんか。分かっている、バジル。すまなかった。僕は王女を支持します。逆に滞在人たちの自分たちの復讐のためなら何でも利用しようとする姿勢は、こんな風に思ってしまうのもこれまでの滞在人の情報に毒されてしまっているからなんでしょうか。それでいいのです。彼らは進んで滞在人のそしりを受けたのですから、誇りを持って。話を続けましょう。列強が動き出します。